はい。超初心者用監視講座。また書による監視が出てきた。監視といえばこれだけが監視、まあ、名前もいらない。これだけが監視。何にもないね。名前もいらん。まあ、あってもいい。黒丸、白丸ない。読み仮名ない。送り仮名ない。1や2もない。例もない。字の研究もない。言葉の説明もない。これだけ。これが監視。まあ、ほうきくんはまだ先生が、な、黒丸や白丸や、やれ、送り仮名や読み仮名や、例をつけたり、一、二をつけたり、字の説明をしたり、言葉の説明をしたりして、まあ、監視が一応、それを写し取って勉強して。今度目は、これを見て、もうゼロから自分でどう読むかいうのを勉強せんというか、それが監視である。だからこれが読めるようになったらもう超はつかない、初心者用になる。あるいは一般用になってもいい。一般用の初めぐらいには上がってくる。これがこのままスーッと読めるようになったらもう初心者用の終わり、超初心者用じゃなしに初心者用の終わりという程度。先生が超をつけている意味がわかるかな。それとこれが今監視や言うてな。前のやつで言うと、これが監視になる。ね。前のやつで言うと、これが監視になる。で、今回ちょっと見てね。前のやつは今回のやつと。小に書いているんだけど、同じ漢詩やけど書き方が違う。はい、前のやつこんな書き方、今度目のやつこんな書き方、いろいろある。これこの二通りじゃない。これとこれと小になったら同じ漢詩だけど書き方が違う。だから書道を勉強するには字の勉強もせんといかんけれども、こういうふうにいろんな書き方を勉強するといかん。それ今後またいろんな書き方を皆さんに説明するんで、その時勉強してもらったらいいと思う。差し当たってはほんなら今日の勉強に移ろう。今日の勉強移し去ってください。ほうき君は移し取る習慣がついているけど、飯田君は移し取ることを一個もやってへん。頭が悪いのが1回か2回見て移し取らなかったら何にも勉強になって、写しとって何回も見て、分からんとこを先生に聞いて、間違ったとこを先生に直してもらって、赤い字で書いて、それをまた読んで、それをまた何回も読んで勉強する。それが勉強である。頭のいい人間でもそうする。
頭の悪い人間はもっともっともっとやらんというか。今日も雑談で書いた。定年後に働いていない人間が、まあ、仕事がない人間6割、定年後に特に優秀で仕事をやって優秀だから仕事がある人間が2割、あと2割、何でもいいから仕事さえやればよいというところで、例えば病院で廊下をマップで拭いているような仕事、あんなんでもいい、道路で穴掘る仕事でもいい、そういうふうになりふり構わずどんな仕事でもいいということで就職している人が2割、優秀で2割、もう仕事がないから何でもいいから言うんで2割、あとの6割は仕事していない。その優秀で2割の中に入らんといかん。そのためには言われんでもやる、黙ってやる、そうならんというか、勉強でもそうや、黙ってやる、言われた以上にやる、言われないことをやる、それができんとは。さてこれ読めんとあかん。一番上は洗うという字、二番は塵、人、三番は煩わしいいうこと。塵や煩わしいとは、まあ、大体、まあ、世の中のうるさいも、まあ、つまらんことを人犯という。人犯というとも100人に1000人に1人何のことかわからない。おそらく東大や京大出ていてもまあ1000人に1人分かったらいい方、そのぐらいなんだから分かるはずがない。一般の人勉強していなかった。はい、次この字を勉強してね、この聞く開いて南県に雑誌、聞く開いて、菊の花が開いて言う。南県というのはその家の一番いい南側の日当たりのいい座敷という。菊開いて南県に雑誌、これちゃんと送り仮名や読み仮名自分で打てんとだめ、レテンも打てんとだめ、一二も打てんとだめ、すると開くのあとね、いい手と南京にがいる、座せばのせばがいる、すると一二がいる、南京の剣の左下に1、座すの左下に2がいる。聞く開いて南京に出せば、出す、出し、成功、これは性は清いというか気持ちの良いとかそういう意味、こうはまあこうのことやな、じゃなしに
菊の香りのことやな。成功。南県に座る、出せば、まあ、菊の香りがプンプンする。その中で、茶底を温む。この底という字、わかるかな？今は、茶底ということはお茶の世界では言うているのかもわからない。お湯を沸かす銅でできた道具である。金風いずれのところの笛ぞ。金風というのは秋の風の中でいずれのところの笛、どこの笛だろうか、どっから聞こえる笛だろうか。君と共に人間を洗う。もう世の煩わしいことをなくする。洗うというのはそういう意味。人間をで上へ戻ってくる。この漢詩がこういうままで読めるようになれば、初心者コースに入ってきたと言える。超初心者コースは出たと言える。初心者コースに入っていると言える。この字を読めんてかな。言葉の意味がわからんというかな。読み仮名ができんというか、送り仮名もできんというか、意思には例がつけられるようにならんというか、最初はできなくてもよい。間違いだらけでもよい。やる気を持ってやったら必ずできるようになる。やる気のない人間はいつまでたっても何もしないし何もできない。やる気のない人間は定年になると必ず先生の言う 100% 6割の中に入る。そんな人間はもう役に立たない、社会に。なんとか勉強して2割の中に入らんといかん。何の世界でも厳しいのは分かっただけでも勉強になる。ということで、2回目の和紙に書い、墨と筆で書いた漢詩での勉強になってきた。難しいな。送り仮名もない、読み仮名もない、黒丸も白丸もない、言葉の説明もない、字の説明もない、レテン一二もない。全部緩和辞典で自分で調べんといかん。うん。小独特の構図。まあこれあるなぐらいでいい。これやろう思ったらまた芸術の、書の芸術の話になってくるから。皆さんはこれだけ勉強したらいい。漢詩の勉強だからこれだけ勉強したらいい。こっちはいらん。全体はいらん。それ分かってくださいな。これでも同じやな。全体はいらん。ここだけ勉強してもらったらいいと思います。ノートに取ること。
もう一回言うけど。わからんことや間違いを先生に聞いて赤で修正すること。それをいつも持ち歩くこと。それをいつも見て勉強すること。これが大切。